引っ越し前日になります、明日の朝から荷物を搬出いたしましてですね、いよいよ神奈川県の方に行きますよ。はい、ゆぽんちゃん。ジャン君とポンちゃんはそれほどまだプレッシャーも感じずにですね、荷物がいっぱい移動されているのをそれなりに荷物の隙間で遊んだりとかしながらですね、過ごしてあります。明日その搬出の作業の間、ケージの中で怯えないように一応目隠しをしてですね、昔そんなことあったなーっていう思い出をちょっと噛みしめていただこうかと思います。そして、搬出後ですね、このケージを畳み、こちらのソフトクレートというなるものですね、これに入っていただきます。そして、荷物とは別便で人と猫と、一緒にですね車で出かけます。ちょっと車のサイズ以下では黒犬は電車で追いかけるということも考えています。はい、ジャン君も一応今日までということなのでね、明日はちょっとバタバタするけど頑張ろうね。さあ、パパとママは最後の梱包荷造りですね。お、頑張ります。はい、引っ越し前夜です。まだ梱包作業は続いていますが、もうそろそろ夜中の1時になります。これは大丈夫だろうか。よいしょ。はい、あ、はい、ちゃんくんちょっとビビったね。はい、ちゃんくんはケージの中に入ってくれているので、このまま居続けてくれるっていうのはまあ無理かな。もうちょっとだから頑張ります。